MLB 二刀流の大ピンチ、大谷翔平を悩ます新ルールが試験採用中。メジャーリーグは指名打者制 DH に関する新たなルールを導入しようとしている。本当に採用されたら、最大の被害者は大谷翔平だ。4月15日に適用された新ルールが DH のダブルフックと投手板の位置変更の2つだ。問題は DH のダブルフック制度の方だ。これは先発投手が5回を投げ切れずに降板となった場合、同時に DH も解除されるというもの。つまり、救援投手が DH 選手の打順にピッチャーとして入るか、スタメン DH 選手は次打席で代打を送られるかの2択になる。これが採用されれば、どうなるか。例えば、先発ローテーションが頼りないエンゼルスでは、大谷以外の先発投手が責任イニングの5回を投げ切る前に KO される試合が珍しくない。そうすると DH で出場している打者大谷は強制交代になるわけだ。大谷の打席数が減れば、ホームラン、打点も減ります。大打撃ですよ。MLB 機構はダブルフック DH 制をテストする理由について、2020年シーズンでは、先発投手の90が7イニング未満で交代した。先発投手と DH をリンクさせ、先発投手の価値を高めより長いイニングを投げられるようにすることで、終盤の戦術面での多様化につながると説明する。バカの思いつきが公式ルールになっちゃうのが MLB はすごい。ライト守ればいい。普通に外野手やるんじゃないの？日本企業のスポンサー撤退続出。DH ピッチャーか代打を入れろってこと？何の意味があるのか。まあ企業ごときにこれ以上好き勝手やらせてられないわな。相手がベーブ・ルースと怪人レベルとの比較になってきてるし。DH 選手量かよ。契約めちゃくちゃこじれそう。野手もできるので二刀流でますますギャラアップだ。先発早めに KO された方が DH 解除されるっておかしくね。大谷終わったな。絶対規定打席届かないし。まあ、本人は楽できるけど。先発投手が打ち込まれてピンチなチームがさらに不利になる踏んだり蹴ったりルール。こういう黄色への差別的措置に負けずに超えて本当に野球を超えた存在になれるか試されてるな。実は二刀流では評価されてない。二刀流はマスコミ用のただのインパクト狙い。先発崩れたチームは HD まで潰すとか余計ワンサイドゲームになるやん。ちょっと頭悪くないか？大谷の時代終わってしまうんか。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。